こんにちは、新垣結衣です。やっほー。はい、ということで今日はですね、大変です。我が家に作り置きがなくなりました。どうしよう。はいはい。っていうのも、ありがたいことにですね、安武さんが私の作り置きをですね、もりもりと食べてくれてですね、とても嬉しい悲鳴でございます。はい。ということで、今ね、もうね、我が家の冷蔵庫には作り置きが一つもない状態になってしまいました。でもですね、ちょっと今日のね、夜ご飯のこととか、あと今後のね、ちょっと予定考えると、そんなに今いっぱいしない方がいいかなっていうちょっと脳内計算をしてですね、新垣が。で、ちょっと今日は、今ね、安武さんね、結構ね、体にも気をつけたりとかしてて、食べるものとかも気をつけてるので、なので、ヘルシーなもので一品今日は作ろうかなと思って動画を回してみました。よかったら最後までご覧ください。スタートー。はい、ちなみにこれはこの間ディズニーシーでゲットしたものです。これのね、風船が欲しいのよ。あー、いつか買いたい。なんかちょっとね、買いたいけど、っていうね、新垣の心、大人心があるんですよ。はい、ということでね、作っていきたいと思うんですが、今日作るのは、今ね、冷蔵庫にザーサイがあって、ザーサイとキュウリがあるんですよ。だから、そのザーサイとキュウリを使って簡単な、もう超簡単な、作り置きサラダ作っていきたいなと思います。やっぱりね、ちょっとヘルシーで、あんまり夜に食べても罪悪感がない、ヘルシー、簡単、罪悪感なし、サラダ、作り置きしていきたいと思います。作っていきましょう。はい、もう超簡単なのでやっていこうと思います。この種ね、種を取ることで臭みがちょっと減るので、このね、臭みが苦手なんですよね、安武さん。では種を取ったこちらのきゅうりをまあ適当に切っていきます。適当な大きさにね、美味しく食べれそうな大きさに切って切って切って、お次はこれをボウルに入れていきます。もう超簡単よ、今日マジで混ぜ合わせるだけだからね、本当にもう誰でもできる、切ることさえできたら。そしたらザーサイを使っていきます。ザーサイ長持ちするからありがたいよね。あく、あ、沸いた。はい、これ全部使っていきます。ちょっと汁もね使っていきたいんだけど、このボウルに入れていきます。汁ごと入れちゃいよん。はい。で、ここに入れてみて、ちょっと、様子を伺って、ちょっとね、大きめのザーサイが、ちらほらいると思うので、この子たちはですね、ハサミで、チョキチョキと、ちょっといいサイズに切っていきます。簡単でしょう？もうザーサイに関しては、包丁も使わなくて OK。細かければ細かいほどね、食べやすいし、なんかこれを例えばお豆腐にかけたりとかもできるし、このままつまみとしても OK だし、結構何にでもね、こう細かくしとくと活用できるから、タレとしても使えるの で、私だったらここにラー油とか入れて辛くしたいんだけど、今回ちょっと安武さんのための作り置きなので、ラー油は入れずにこのザーサイの塩味だけを利用して、ここにごま油だけで、あとちょっとだし入れるかな、まあ、とりあえず切っていきます。どういう味付けにしようかな。でもごま油は絶対。はい、できたかな。ある程度細かくなったかしら。なったね。はい、細かくなったので、ここにまずいりごま、もう何にでも私は入れる、このいりごま、ガガガガーと、これぐらい入れました。はい。そしてここにね、まあごま油は絶対でしょ。ごま油をさやーんが2回さやーんぐらい入れて、混ぜて、ここにちょっとだけなんかだし系入れたら美味しいと思うんだけど、どうしようか。鶏ガラスープのだし、本だし入れてみようかな。この本だしをちょっとだけね、入れてみよう。ほんとパラパラーぐらい。本だし入りました。もうこれだけよ、超簡単じゃない。よし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 。
オッケー、じゃーん、ちょっと味見してみます。うん、最高。辛いの好きな人絶対ここにラー油入れて、食べられるラー油、あのニンニクと混ざってるやつ、あれ絶対入れて。私自分食べるときここにアレンジして入れよう。完成。はい、ということで完成しました。じゃーん、じゃーん、ザーサイときゅうりのごま油サラダ完成いたしました。本当に材料はザーサイときゅうりとごま油とほんだし入りごま、これだけ。しかも切ったりするのはきゅうりだけ。超簡単なのにめちゃくちゃ美味しいし、さっき言ったようにお豆腐にかけても美味しいし、普通にこのままおつまみとして食べても美味しいっていう感じで、これはよくね、あのザーサイのサラダをね私よく作るんですけど、あのやっぱね美味しいからね、ザーサイって、このザーサイが出してくれる塩味が私は結構好きで、お酒のおつまみに自分でね作ったりとかもするんですけれども、まあ、今ね冒頭でも言ったように結構体を気にして、体型をね気にして一生懸命ね今ねこう頑張ってるんですよ、安武さん。でもやっぱ夜ね帰ってきてお腹は空くじゃないですか。でそういう時にあのご飯は食べてきたけど食べたいっていう時に、いつもだったらちょっとねカロリーちょい高めのものでも食べちゃったりとかしてたものを、今一生懸命ヘルシーなもの、ヘルシー思考に、もともとヘルシー思考ではあるんだけどね、よりちょっと意識をこのヘルシーに傾けている状態なんですよね今。だからできるだけ私もあのお家で出すものはヘルシーだったり健康的なものだったりがいいなって思うので、やっぱり私がよく使う食材は人参、人参とかは本当によく使うんだけど、まあ、安武さんはね人参が得意じゃないんだけど、人参は食べてほしいなと思って人参を使った作り置きだったりサラダだったりを作ったりとか、あと鶏肉ですね、やっぱりささみを使ったりとか。だからねこれにきゅうりなしでささみを入れたあのザーサイサラダ、あとこれにニラを入れたり、あ、ネギか、ネギを入れてるザーサイサラダ、デパートのデパ地下グルメでよく売ってるザーサイのね蒸し鶏のサラダがあるんですけど、あれすごく美味しいからよく作って、家でねあれを再現するために作ったりとかもしてるんですけど、結構ね作り置きするときは大量に作ることが多いんだけど、まあ今回はね結構前回の作り置きも日にちが持ったので、今回もあんまバーッといっぱい作らずに一品なくなったら一品みたいな感じでちょっと作っていこうかなと思って、今回はこのサラダを作ってみました。いかがだったでしょうか。皆さんもね夜食に食べるならこんなものがヘルシーでおすすめだよとか、この食材使うと健康にいいですよっていう、もうほんとねちょっとしたことでもいいので、ぜひぜひ共有させてください。コメントお待ちしております。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。新垣梨沙でした。またね。おまけのちょびたん。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。ぜひぜひ超簡単なので、そして超美味しいので作ってみてくださいね。いつもありがとう。またねー。